はい、ユーデックスです。このチャンネルは植物の紹介をしたり、お店に密着をしたりですね、また植物がもっと身近に感じてもらえるように楽しい企画満載ですので、ぜひチャンネル登録をしてご覧ください。はい、じゃあね、早速今回何をしていくかと申しますと、はい、今後ねアロエを購入をしたいと思っている方、またアロエを育ててみたい方にね、ぜひ購入をする前に事前に知っておくとね、お得な情報があるのでね、ぜひそちらをお届けしたいと思っています。はい、事前に知っておくとお得な情報っていうのはですね、まず一つ皆さんに質問なんですが、植物って当たり前なんですけど根っこがありますよね。根っこ、この根っこって皆さんね、種類がねあるんですが、皆さんご存知でしょうか。大きく分けてね、二つに分かれるんですが、このね、手根と足根で成り立っている植物と、ヒゲ根で成り立っている植物のね、大きく分けて二つあります。はい。で、その中でアロエは、この手根と足根で成り立っている単子葉の植物になります。まずね、これの情報が、まずね、すごく大事になります。ここからなんですが、植物、この根っこっていうのは、皆さんのご存知の通り、水分や養分を吸収する役目なんですが、これね、この根っこの先端にですね、根毛とね、呼ばれる役割を持っている器官があるんですが、この根毛が水分と養分のね、役割を果たしてくれています。はい。で、アロエの根っこってね、まだ皆さん見たことない方もいると思うので、ぜひここからはね、アロエの根っこをね、見ていただきたいと思っています。はい。じゃあね、皆さんまず、アロエの根っこってどんなイメージでしょうか？はい。まずね、皆さんに見ていただきますね。こういった感じです。わかりますかね？この、株は、こういったね、感じの大きさなんですよ。まあ、指。これぐらいのね、一本分。まだね、12センチぐらいの大きさなんですが、この根っこ。根っこがこんだけ長いんですよ。まあ、当たり前なんですけどね、僕の顔よりも長いです。なので、まあ、30センチぐらいは、もう余裕であるんですが、もうね、画面上じゃちょっとね、映せないぐらいの長さなんですが、もうね、ご覧のように、アロエというのは、このね、手根と呼ばれる根っこがですね、ものすごーくね、長いんです。はい。なので、これね、もう、お庭で地植えをしようもんなら、もうどん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 下へ下へとね、根っこがね、下がっていってます。はい。こういった感じで、アロエの手根というのは、ものすごく深く根っこがね、下に伸びていく特徴があります。はい。で、他のアロエを見ていただくと、まあね、こういった感じで、見た目はね、同じような大きさなんですが、こうやって伸ばしてみると、はい、こういった感じで、はい、ものすごく長いんですよね。で、先ほど言った、このね、手根が今皆さんの見ていただいている、このね、点なんですが、ここですね、ここ。ここがですね、足根とね、呼ばれるものになります。で、このね、先に、このね、根毛とね、呼ばれる細かい毛があります。この根毛が水分と養分を吸収してくれるということなんですが、アロエは、手根がね、まず長いっていうことなので、まずね、これからアロエを購入しようと思っている方、で育ててみたい方っていうのは、園芸屋さんとかでね、まず見ていただきたいんですけど、結構ね、深鉢のサイズの鉢で売られていることがよくあると思っています。購入をして植え替えをしようと思っている方が多いと思うんですけど、植え替えるときに深鉢で植え替えをすることをね、お勧めしています。深鉢って何だっけっていうと、これね、よく見かけると思うんですが、こちらとこちら。こちらがね、プレステラ90と呼ばれる、結構ね、四角い形した、よくね、園芸屋さんとかでもよく見かけるタイプだと思うんですが、こちらではなくて、こちらですね。こちらです。こちら。こちらがプレステラ105の105芯というね、言われているタイプです。こうやって見比べると、もうね、倍ぐらいの大きさになっています。こういった深鉢のサイズにですね、僕は、結構ね、こういった深鉢にこういった株の小さいものを入れると、やっぱりね、土が多めになっちゃって、根腐れが心配だなって方がもう多いと思うので、僕はこういった深鉢もですね、結構ね、これぐらいまでもうね、鉢底を入れて、で、あとはね、土をちょっと調整してあげてます。
そういった感じで、こういった深鉢に根っこがね、下に伸びてもいいように、ね、深鉢サイズで植えていることをしています。まあ、ですが、深鉢だとね、結構ね、置き場所だとか結構大きいので、結構ね、置き場所に困るっていう方は、こういったね、先ほどのプレステラ90でもいいと思うんですが、アロエの根っこはですね、成長が早くて、根っこもどん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 と生えてくるので、こういうプレステラの90の場合はですね、まあ根っこ半分ぐらいでもいいと思うので、カットして、で、2、3日乾燥させて植え替えをするといいと思っています。はい。なのでね、まあこういったアロエをこれから始めようと思っている方、育ててみようと思っている方、これね、今回このアロエの根っこっていうのはものすごく長いぞっていうことがね、よく分かったと思うので、ぜひね、これから何か購入する方で植え替えをしようと思っている方、新しい鉢を買おうと思っている方、ちょっとね、深めの鉢の方が、もしかしたらね、これね、根っこも、空気の循環とかですね、すごくね、気持ちよく、育ってくれると思うので、ぜひね、この動画をね、参考に、このからアロエをぜひね、購入をしてみてください。はい。今回ですね、このね、アロエをね、事前に購入をする前に知ってお得情報を、お届けさせていただきました。はい。まずですね、アロエというのは、手根と足根、またですね、この根毛ですね、と呼ばれる器官があって、単子葉の植物になります。で、このね、根っこが深い、長いので、ぜひね、深鉢で育ててみてくださいっていうことですね。はい。この簡単ですね、もう今おさらいをさらっとやっていきましたが、はい。こういった感じで、アロエもね、今、根っこが深いってことが分かったんですが、同じようにね、サボテンとかアガベとかですね、開根植物って皆さんどういったパターンなのかなっていうのをね、ぜひ調べてみてください。手根足根から成り立っているのか、ヒゲ根というね、もう毛がボーボーと生えているパターンなのか、ぜひね、その植物の根っこの特徴をね、皆さんもね、知っていただいて、そこからですね、こう植える鉢であったりとか、またこの、お水のね、やりをするにあたって、ね、土のブレンドをどうしたらいいのかなとかっていうのがね、見えてくると思うので、ぜひね、これからもいろんなことを参考に、この根っこからね、まず参考に、いろいろな鉢選び、植物選び、土選びをしてみると楽しいと思っています。はい。じゃあね、今回もね、この動画また良かったなと思った方は、チャンネル登録、そして、グッドボタン、よろしくお願いいたします。それではね、またお会いしましょう。